YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。韓国のネット掲示板に、独立運動家の息子であるチョン・ドファンは反日ではなく勝日を主張というスレッドが立っていたのでご紹介。1981年8月15日の光復部式年式典を前にした演説で、彼は、我々は国を失った民族の恥辱をめぐり、日本の帝国主義を責めるべきではなく、当時の情勢、国内的な団結、国力の弱さなど、我々自らの責任を厳しく自責する姿勢が必要であると主張した。また、翌年の光復部式年式典でも、歴史教科書問題によって、日本人に対するタクシーの乗車拒否が発生するなど反日感情が渦巻いていた時、強硬的な姿勢を見せながら、異民族支配の苦痛と侮辱を再び経験しないため、確実な保証は我々を支配した国よりも暮らしやすい国、より不況な国を作り上げる道しかありえないと述べ、勝日を強調した。未開な左翼ゾンビには理解ができないだろうが、本物の愛国とはこのようなことを言うのだ。韓国ユーザーの反応。2. 韓国人キモータ日本信者も、あれを見て学ぶように。3. 韓国人正常な思考を持っていれば、あのような考えになるのが当然ではないのか。4. 韓国人全ドファンは評価する。5. 韓国人数少ない脱半島の偉人。6. 韓国人俺は嫌味なので、評価しない。7. 韓国人ヘル朝鮮を克服した前将軍の意思。